そのことをね、身の上のことを。で、なんか、どうなのみたいな感じで、なんか、多分聞かれたんじゃないの。それで、なんか、あ、ちょっと恵子さんとまだ話してなかったんですけど、みたいな。まあ、ある程度俺は聞いてたけどね、軽くはね、触りはね、今彼女がいるとかね、同棲してるとか、そういうのも聞いてるから、大丈夫。まあ、それは分かってんだけど、そこ別に言わなくてもいいじゃん、みたいな。ね。頼んでねえし、それで。弁護士で、離婚の調停のこと、おめえにその話頼んでねえだろ、みたいな。なんでそういうまた嘘始まってんだよ、こいつ、みたいな。で、大沢さんと話してましたね。こいつまた始まっちゃってんじゃん、みたいな。離婚の話頼んでねえのに、みたいな。いや、ケイグさん、もうほんとこう、いや、やばいっすよ、すげえムカついて。俺のプライバシーの話しちゃってますよとか言って、つって。マジね、つって。ちょっと申し訳ないですね。こいつ、こいつ紹介しちゃってって、つって。もう笑っちゃってた、俺は。いや、これ、ケイクさん、もうちょっともう今どうしようもないですもんね、って言って。ちょっともう今どうしようもないですよね、つって。ちょっと申し訳ないって言って。で、俺必ず挽回、大瀬さんも別に普通に、誠実にしてれば、誠実やん、別に、後ろめたいことがないから、ね、堂々としていきましょうよ、みたいなさ。でも全然挽回できるし、こいつ何言われても。こいつは絶対落ちていくだけだから、頼んでないんだから、だって。大瀬さんとさ、電話すればいい、すぐ分かるよ。ちょっと今電話してくる。